はダウンジャケットのお手入れです。ご自宅でもお手入れのできる方法をご紹介します。この部分に首の油やファンデーション、化粧品がこってりついています。この色が変わっているのが分かりますか？内側です。キラキラしているのは多分アイシャドウだと思います。これをご自宅で撮っていただくと、シーズンの始めと終わりのお洗濯だけでも十分きれいにしていただけますので、その方法をご案内します。よいしょ。お水とランドレスのウォッシュ&ステインバーを用意してください。石鹸を濡らします。ちょっと勇気がいりますが、直接塗ります。次にタオルを用意します。白いタオルでちょっと汚れてるところを見せちゃいます。少し水をつけてあげて、固く絞ります。いきますよ。さあ、汚れがこっそり落ちます。ビャーン。これが今年の冬ずっとつけた汚れです。石鹸でこすって水の濡れたタオルで拭くだけですので、生地にも負担もかからないですし、手軽にきれいにしていただけますので、ぜひお試しください。これは襟のところなんですけれども、袖口の内側なんかも同様にやっていただけると清潔な状態で着ていただけます。ただ石鹸が残っていると変色の原因や匂いの原因になってしまいますので、ちょっとしつこいかなってぐらいに濡れタオルで拭いてください。この時固く絞ったタオルを使うことで表面だけをきれいにすることができます。この状態で完了です。終わった後はよく干してください。以上、番外編でした。